水色の時は1975年4月7日から10月4日まで放送された NHK 連続テレビ小説第15作。長野県松本市と安曇野を舞台に偉大生を目指すヒロインと看護婦の母という親子の交流を通して家族のあり方を見つめる作品。本番組より歴代の連続テレビ小説の放送期間が半年体制となっている。 また2020年現在、放送映像が残っている作品の中で最初に、オープニングのタイトルロゴに、横書きが採用された作品である。昭和天皇がこの作品を大変気に、入り、1975年のアメリカ合衆国訪問の際には、留守を預かる自重に、私のいない間、水色の時を録画しておいてくださいと命じたというエピソードがある。 脚本の石森志郎によると、ヒロインオーディションの最終選考に残ったのは15人で、NHK サイドは、ある一人をほぼ決めかけていたが、石森が、作風に合うと感じた、大竹忍を強く押しておったという。1975年の平均視聴率は40.1%、最高視聴率は46.8%。放送当時は、 普及型家庭用ビデオテープレコーダーが発売される前でオープンリール型ビデオは100万円前後と高価であったため一般家庭にはほとんど普及しておらず NHK に現存しているのは第1回と最終回家庭用 VTR で録画された第61回第64回第65回第78回第86回第98回第103回 第118回、第123回のみである。ありがとうございます。